位置点の位置関係近点、円点、近点、円点、ペリアプシスアポアプシスとは、軌道運動する天体が、中心天体の重力中心に、最も近づく位置と、最も遠ざかる位置のことである。両者を総称して、軌道極点、または、アプシスという。特に、中心天体が、太陽の時は、近実点、円実点、近実点、円実点、 パラヒリアンエフェリアン、ヘリオンイコール、ギリシャ語で太陽を意味する、ヘリオスに由来、主星が、地球の時は、近地点、遠地点、連星系では、近星点、遠星点という。地球を周回する、人工衛星については、英単語のままペリジーアポジーとも言う。主星が、惑星の場合、例えば木星の衛星や木星を周回する探査機の。 軌道の木星に対する近点、円定は近起点、円起点、土星ならば、近土点、円土点と表現することもある。中心天体の周りを周回する天体は、楕円軌道を取るが、中心天体は、楕円の中心ではなく、楕円の長軸上に二つ存在する焦点のいずれかに、一致する。このため周回する天体は、 中心天体に対して、最も接近する位置と、最も遠ざかる位置を持つことになる。円点、近点を呼び、中心天体の重力中心は位置直線をなし、この直線は、楕円の長軸に一致する。中心天体の重力中心から、近点までの距離を近点距離、円点までの距離を円点距離といい、それぞれ軌道要素の一つである。軌道長半径。 離心率、近点距離、遠点距離の4つの軌道要素のうち2つを指定すれば、軌道の二次元的な形状が決まる。通常、軌道長半径と離心率が使われるが、放物線軌道、双極線軌道については、通常の意味での軌道長半径を定義できないので、近点距離と離心率が使われる。なお、人工衛星については、 近地点高度、遠地点高度という言葉もあるが、これらは地球の海面からの距離である。他の天体による接動、一般相対論的効果により、近点は少しずつ移動することがある。これを近点移動という。ありがとうございます。